よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、年2回越しましたね。いやいや、クワガタムシみたいに言わんとでかそう。あの山形県民の皆さんがたくさん見てくださっているおかげで無事に2回、できたということでございます。しかもですね、去年は私あのドラマも出していただきまして、聞きましたよ山形県の皆さん、山形めっちゃ数字が良かったらしいですね。本年もよろしくお願い申し上げます。ズズイッと。で、今日は何をするかということですね。画像1枚で探し出せ、こちらを探していただきます。あ、これ毎回ね本当に聞いてないんですよ僕。本当に始発できて一発目これ渡されるんですか。お、何これ。おー、すげー、カレーや、森塩みたいなカレー。というわけで2024年最初のドドドドット GP は画像1枚で探し出せ第3弾。ヒントは写真1枚のみ。人から聞いた情報だけでこのカレーを探し出せるのか。すごい量のカレーじゃないですかこれ。なんかなんとかものって書いてますよね。火なんかこれ、うん、なんなんですかね、上り的なもんなんですかね、なんやろ、全然わかんない。ルール覚えてます？覚えてますよ。ルールその1。ルールその1、まず、SNS を使わない、携帯使わないってことですね、はい、もうマネージャーに預けておきますんで、はい、で、その2、まず僕のことを知ってるかどうかっていうことです。お、聞いた人にね、僕のこと知ってます、あ、GP なんですよねっていうのが出たら初めて、これ見たことありますかっていう質問に行けるってことですよ。あとタクシー禁止にします。タクシーやっぱダメですよ。ダメ？前回ちょっとギリギリだなと思ったんですけど、タクシーの運転手さんにこれ見せてここ連れててくださいって言ったらそれはダメじゃないですか。そんな信念から強めにダメじゃないですか。そんな言い方しなくてもいいじゃないですか本当に。人がいない、まあ早朝ですしね、まだまだ10時で平日ですから、みんな仕事中ですからね、大体これやるとき人いないですよね。でもやっぱドラマやって知名度を、確かに。どうしよう、終わるよ今日早く、あっちゅう間に。そうだった、忘れた、ドラマ出てたわ。そう、3ヶ月間刑事役としてドラマ出演していた JP、 知名度も上がっているかに思われたが、行こうか、ちょっと聞いてみようか。こんにちは、僕のこと分かりますか？存じ上げない。山形の地元の方ですか？あ、そう、お忙しい、今行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。しゃあないって、それは打ちひしがれる JP。 しかし美容院だな。すいません、さくらんぼテレビで今ドドドドッとをやってるんですけど、もう聞く条件がまず僕のことを知っててくれるっていうことなんですけど、はい、僕の名前何でしたっけ？ JP さんです。昨日録画したのを見たばっかりです、はい、前回の放送、うん、じゃあ早速ですけども、これ分かります？僕が高校生の時にこれに似たものは食べたことあったんですけど、それはカレー辛いやつっていう。カレー辛いやつ、はい、もう多分ないお店だと思うんですけど。いやいや、わかんない。いや、ないです、ないです、本当にこういう大きいお皿に、そこじゃないの？いや、違うと思います。もう絶対ない、はい、こういうあのミックスフライみたいなものってなんか出てなかったので、うん、あー、はい、そうか、はい、じゃあないか。ありがとうございました、はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。手がかりはなかったですけども、ご縁をいただきましたね。ありがとうございます。おはようございます。精が出ますね。どうも、名前ちなみに分かります？名前分かんない、ごめんなさい。昨日そういえばテレビで見ました。あ、本当ですか、はい、あ、ありがとうございます、モノマネ番組、はい、ありがとうございます。実はこのロケの前日、全国ゴールデンのモノマネ番組に出演していた JP、 早速その効果が。僕のことを分かります？はい、あ、正解。場所分かります？これ見たことあります？これない、わかんない、なんか見たことない、うん、あ、そうですか、すいません、ありがとうございます。お客さんやからな、こんにちは、こんにちは、どうもこんにちは。あ、JP さん、あ、正解。あ、あります、あ、ない、見たことある、お姉さん、あります、
ない、ない。この操作の難しさ、それは JP とカレー両方を知ってる人がなかなか見つからないこと。これもう違うな、全然違うな。めちゃくちゃうまそうじゃないですか、このカレー。カレーあるってことはカレーに詳しいかも。いや、なんか失礼かなと思って、ね、あー、そうだね、ね、お店でカレー聞くの。あー、まあ、そっかそっか。そうでしょ、うん、ここの食えやって話なんじゃないですか。あ、じゃあカレー屋には聞かない。カレー屋には聞かない。失礼だと。そう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 。カレー屋には聞かないが、以前お世話になったお茶屋さんに聞いてみることに。毎度です。こんにちは、どうも。いやいや、いいですか、ちょっと。まあ一応ルール上ね、僕のことわかりますね。お名前、ありがとうございます。嬉しい。活躍です。いやいや、とんでもないです。早速なんですけど、まあまあ、これ見たことあります？ごめん、わかんない。全然大丈夫です。そっか、わかんないか。頑張ってね。あ、ありがとう、はい、嬉しい。じゃあね、頑張ります。じゃあ帰り際にこっそり僕の肩を持って、ママが、あなたは芸人じゃない、俳優さんよ。今のとこ、うん、そっこそ、もうスタッフに聞こえない声、あなたは芸人さんじゃない、俳優さんよ。絶対そっちでもいいから。面白くないからってことですか、バカ野郎。そう、新年の放送で言うかね、こういうことを。本当に気を取り直し、聞き込みを再開していると。こう言っていい？たまたま招かれた八百屋さん、ここで捜査は急展開することに。ちなみに僕の名前は分かります？ JP さん。あ、よかった。え、はい、ちなみにこれどこか分かります？見たことあります？え、米沢の。え、あ、違うか。いや、いいんですよ、僕は分かんないですよ。これ1枚で今日ここに行かないといけないんですよ、僕。いいんです、いいんです。あの、何でもおっしゃってください。知ってる限りで大丈夫なんで。なんか見たことは、うん、それは米沢。米沢だったような気が。あ、けど違ったかな。米沢なんだ。いや、全然大丈夫。それだけでも大きな手がかりですよ。聞けばインスタでこのカレーを見た記憶があるらしい。ようやく掴んだ手がかりに安心したのか、 JP が目をつけたのは、はい、おお、すごい、おいしそう。じゃあ早速、いいっすか、じゃあ買いましょう。どうしよう。でも店長激推しって書いてるからね。え、いや、これしましょう。だってね、ロケさせ、八百屋さんの店長激推し焼き芋サンドゲットだ、 J。 ちょっとお金貸してもらっていいですか。仮に米沢だとした場合、移動を考えるとのんびりしてる暇はなさそうだが、これあれを思い出しますね、バナナボートをね、うん、いただきます。パンのいい匂いする。じゃあガブッといきますかね。いきます。スイートポテトを生クリームサンドで挟んでるって感じ。さすが店長激推し。これごちそうです。うまい、おいしいです。ありがとうございます、うん、お腹も満たされたところで一旦情報を整理する。なんか米沢でなんか見たことあるような気がする。米沢にこのカレーあるんじゃないですか。米沢は、はい、こっから車で1時間ちょい。これ外すと、これちょっともうちょっとだけ地盤固めて時間にしましょう。いや、これ見切り発車怖いから。仮に米沢でなかった場合、往復2時間のロス。そこで大盛りカレーを食べそうな男性狙いで聞き込みをすることに。あ、合ってる。 ありがとうございます。ちなみになんですけど、ひろき、すいません、これどこか分かります？大盛り、大盛りのカレー、アッサンのようなカレーですよね。はい、全く分かんないですね。全然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 。僕のこと誰か分かります？
ありがとうございます。これ分かります？見たことある？分かんないですか？全然大丈夫です。ありがとうございます。全然大丈夫です。ありました。今から米沢行ったとって、まあ、1時前ですよね。そうですね。いや冒険する、どうしようかな。でもほんまに行ってなかったら戻ってこないといけないし、なんならもっと遠いとこかもしれないし。こちら、すごい美味しそうなハンバーガー屋さんがある。同業者の飲食店なら知ってる可能性もあるが、あ、でもあれか、ハンバーガー屋さんに美味しいカレー、このカレー知ってますっていうのは失礼なんでしたっけ？ハンバーガー屋はいいんじゃない？あ、でも飲食店に聞くのがね、ちょっとね。根が真面目な GP、なかなか踏み切れない。あ、ちょっといいですね。いや、さっき聞いたわ、もう。すいません、ありがとうございます。頑張ってください、お仕事。頑張って、頑張って。この企画な、意外といけそうでいけないんですよね。で、賭けじゃないですか。うん、一歩間違えたらすげえ時間取られるやつだから。デジャブっすか？やべえ、あ、やばいやばい、また、あー、ダメだな、知ってないとダメだ、ダメだ、ダメだ、ごめんなさい。 あと7人いるぞ、この人、あと7人、ありがとうございます、頑張ってください。あ、こんにちは。わかります？あ、本当ですか？はい、わかります、僕の名前。モノマネされてる。はい、名前は、はい、僕の名前は。知ってますよ。はい。言う必要ないじゃないですか。あ、はい、逃げた。松本さんのモノマネ、そう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 、いつも見てます。そうそうそう、その僕の名前は何でしょうか？急すぎるなぁ、すいません。ちょっとド忘れしちゃいましたね。いやいや、ド忘れ、あ、そうか。あのね、優勝されましたもんね。優勝してないね。優勝してないね。はい。で、昨日はね、1票も入らず負けた。JP の名前は出なかったので聞き込みは NG。 とりあえず記念撮影をしていると、いやいや、もう狙ってるやん、狙ってるやんか、もう、もうさ、もうついてきてるやん絶対。なんでそれ1日5回女人と会うって。いきますよ、はい、チーズ、はい、もう1枚取っとこうか。じゃあ単品で、じゃあ単品で、単品です。はい、チーズ。いるの俺の単品。いや、絶対いらんやんか。また、もしかして。また、もしかして、もうええわ。その後も聞き込みを続けるが、革新的な情報は得られない。ちなみに分かります、僕の名前。はい、キャラジュニア。そう、チアラジュニアね。違う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 、お父さん違いますよ。このまま米沢に向かっていいのか、なかなか決めきれない JP の前に救世主が現れる。すいません、こんにちは。お父さん、すいません、お忙しいところ、はい、あの、僕のことちなみに誰か分かりますか？あ、分かりました。あ、ありがとうございます、嬉しい。これ見たことあります？これを探してんの？これ探してるんですよ。すごい、僕カレーが大好きなんで。ちょっと、いや、ちょっと待って、じゃ、僕68です。68、若いっすね。68でカレー大好き。正しくでしょ。そんな68になりたい、僕も。可能性はちょっと、あと鶴岡の可能性もあります。鶴岡、緑屋ですね。ちょっと詳しすぎるって。これがちょっと気になるんですね。このカエル、カエル、いやー、わかんない。さ、ドレッシング、緑屋の店の雰囲気ではないような気がするんです。県内、県内、米沢かな。な、それなんで、ちなみに米沢って、え、米沢でこういう大盛りで有名な店があるので。え、ビッキーシって店ですけどね。ビッキーシ、店の名前は出てきたよ。ちょっとお父さんの、はい、そのビッキーシを、はい、信じて俺米沢行きますわ。マジで、いいカレー大好き渡辺さんのお言葉を信じて米沢はビッキーシに、ビッキーシ。画像1枚で探し出せ。今回のお題はこちらのカレー。
カレー大好き渡辺さん曰く、このカレーは米沢のビッキー氏ではないか。その情報を頼りに、いざ米沢市。よいしょ。はい、というわけでございましてですね、米沢やってまいりました、城下町。まあ、多分確認しなきゃいけないのは、これが本当に米沢の店なのか、うん、あ、はいはい、ほんで、うん、それはどこにあるのか、うんうんうん、この2点をちょっと深掘っていきましょうか。わかりました、もう行きますか。すいません、僕のことわかります？あ、はい、わかります、テレビで。あ、本当ですか？ JP 正解、はい、もうズバリこれどこかわかります？あ、こちらビッキー氏です。お、ちなみに加藤さん召し上がったことあるんですか？はい、食べたことあります。絶対やん、これおあし、よし、よし、いや、もうテレビ的にとかもうそんなん関係ないですからね、俺はもうガチで。え、お肉屋さん、お肉屋さん、お肉を食べれるところなんですけど。はいはい、カレー屋さんじゃないですね。カレー屋さんではないです。はい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 、はい、東口の方なんです。東口というか東口ね、あのこっちじゃなくて向こう側の、はい、反対側に行っていただいて、うん、車だと5分ぐらいなんですけど、なるほどなるほど、ここだとちょっと徒歩で行ったことないんですけど、はい、13号線をずっとまっすぐ行っていただくと着きます、うんうん、教えてもらった通り駅の東側に移動、状況整理するとお肉屋さんだと、見る何ビッキーし、お肉屋さんらしいですね、それね、カレー屋さんっていう、それがびっくりしましたけどね。あ、カレー屋じゃないんだ、びっくりしました。ビッキーした、あ、ビッキーしたってこと？びっくりしたカレー、びっくりしたカレー、びっくりしたカレー、びっくりした、びっくりし、びっくりし、びっくりしカレーってこと？なんやねん。アホみたいにこんな一人だけテンション上がって。歩くこと10分、ようやく国道13号にたどり着いたが、致命的なミスが判明。先ほどの女性は13号沿いにまっすぐと言っていたが、右なのか左なのかを聞いていなかったのぞ。戻るじゃ。やむを得ず駅前に戻り、地元の人を探していると、 あれこんにちは。そう、昨日テレビで見た。いい反応ですね。これどこか分かりますか？それビッキー氏。あ、ほらビッキー氏だ。いや、ビッキー氏、あ、やった。ビッキー氏っていうのは山形で弁で、びっくりしたっていうのをビッキーしたっていうんですか？いや、違うな。ビッキーってカエルのことですか？カエル、カエルや、これや、そういうことですよね。実はフリップの中にお店の名前のヒントが隠されていたのぞ。漢字の場所どこなんですか？場所ね、はい、13号線わかります？あ、さっき行きました、うん、はいはいはい、セブンイレブンの信号を右に曲がって、 NEC の工場ありましたね。あります、はいはいはい、あれも越えてずっと行ったら、うんうん、1個目、2個目の信号かな、うんうんはい、2個目の信号の左側です。2個目の信号の左側、はい。時刻は午後4時半。日暮れが迫る中、徒歩でビッキー氏を目指す。結構歩いたわ今日は。まあでもこのロケの一番いいとこは、その山形の人にたくさん触れ合いながら地元の方にヒントを聞いて、一人かけてたら全部このロケは成功しないんですよ。だから達成感はありましたね、確かに。とここで JP があるものを発見。あ、カエル、カエル、ビッキー、ビッキー、ビッキーじゃない？見つけたのはカエルの石、そうビッキー石だ。日本一でっかい石のある米沢造園センター。ビッキーの石はあったが、どう見てもカレーはなさそう。信号を目指して歩くこと 2.4 キロ。あたりはすっかり暗くなってしまったが。あっ！
た来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 た米沢時給レストラン、ビッキーシ米沢駅からめちゃくちゃ遠かったよ、本当に。あ、うわ、すごい、もうカエルの匂い、あ、違う違う、もういやいや、カレーの匂い、スパイスの匂いが。こんにちは。あ、どうも、すいません。あの、この写真のカレーライスは、はいはい、こちらのものですか？そうです。よし、はい、よし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 ちなみにですけども、ちょっとこちらで、今日いただくことっていうのは可能？あ、うん、大丈夫です、はい。よかった。よかった。丸1日かけてたどり着いたビッキー氏のカレー。ボリューム満点の絶品カレーをいただきます。画像1枚で探し出せ。およそ7時間をかけてついに発見。たどり着いたのは米沢市万世町にある米沢牛レストランビッキー氏。インスタでも話題の名物カレーがこれだ。はい、失礼しまーす。お待たせしました。おー、すげー。うわー、大きい。これだ。ようやく到着しましたよ、これ。うわ、すごい量ですね、これ。これパネルに狂いなし、はい、なんならこのやっぱ実物の方が迫力ありますね。歌舞伎物カレーって言うんですけど、はい、歌舞伎物カレー、はい、まあ、近くにあの道盛善光寺ってあるんですけど、はい、前田恵司の供養塔あるんですよ、はい、あ、それにちなんだ料理住職に何か作れって言われて。あ、え、住職じゃないですか。そうそうそう、住職にそれにちなんだ名物を作れって言われて、それで作ったのがこれなんですけど、まあ、これがまず、唐揚げですか。唐揚げですね。唐揚げで、その揚げ、ウインナー、ウインナー、はい、でこれはエビ、エビと、あとヒレカツですね。ヒレカツ、はい、あ、じゃあこの中に入ってるこのカレーはポークカレーになります。ポークカレー、はい、あれ米沢牛ですか。牛は入ってないんです。米沢って牛が、はい、あれ。ちなみに画像にちらっと映っていた変物の正体は大不変物。武勇に優れた武士のことを指し、関ヶ原の戦いで前田恵司本人が背負っていた上りだそう。いや、もうガッツリ行ってますよ、僕。だってこれ食べるために今日ずっと歩いてたんですから。あ、そうですね。じゃあちょっと、うん、やっぱここカレーはモリモリ食べないとね。うん、あら、美味しいじゃないですか、これ。ありがとうございます。うん、お肉は柔らかいし、うん、カレーもスパイス効いてますね。うん、お米がカレーとものすごい絡み合って美味しいですよ。ちょっとこれあまりにも米すごいから、こう鎌倉作れますよ、これ。ほらほら見て、これ鎌倉。このお米、前田恵司が着用していた兜をモチーフにしており、地元で採れたおよそ 2.5 合のお米を使用。エビフライで前田恵司の槍を再現するなど、こだわりがすごい。うわー、でーか。すごい大きいですね。これ2個ドーンと入ってるんですね、はい、ちょっと前田恵司の気持ちになってね。そうれそうれそれそうれそうそうれそうれそれそうれそうそうれそうれそれそうれそうれそれ、よっしゃー。あ、サクサクです。うん、で、このカレーと一緒に、あ、めっちゃ合いますね。うんうん、ウインナー、ウインナー、うん、揚げウインナーめちゃくちゃうまいですね。うん、揚げウインナーたまらん。肉グルメがたっぷり乗った歌舞伎物カレー。中でも目を引くのがこちら。うーわ、見てこれ、メトロン星人やこれ。うん、
うまっ。お肉がめっちゃ美味しい、はい、柔らかくて、ありがとうございます、めちゃくちゃ肉厚でしっかりと牛を感じます。あ、豚を感じます、失礼しました。頭がやっぱりね。とここで思い出したのが、ビッキー氏はカレー屋ではなくお肉屋さんという情報。え、お肉屋さんなんですか、ここ。まあ、肉屋とあとこうレストランを一緒に経営してるって感じですね。どこにお肉がある。肉屋隣なんですけど。横に併設してるんですか。はい、はい、じゃあめちゃくちゃ常に新鮮なお肉が入るわけですね。まあそうですね、うん、めちゃめちゃ量あるじゃないですか、これメニュー。メニューある、めちゃめちゃある。ビッキーシ定食とかもある、ステーキもある。あ、ほんとだ。ここに来たらもう米沢牛何でも食えるってことですよ。そうですよね。なんでこれに入ってないですか、じゃあ。こんだけ米沢牛ゴリ押ししといて。米沢牛こそ入っていないが、こだわりの肉料理が満載、歌舞伎物カレー。しかし最後に残された謎がもう一つ。ちなみに、はい、あの、なんでこのビッキーシっていうんですか。めちゃくちゃカエルの置物とか、はい、カエルの上りとか、カエルにちなんだものがたくさんで、最終的にここにもカエルもいるし、あ、はいはいはい、まあ、あの、まあ、同じこの地域にあのビッキーシ山って山あるんですよ、うん、まあ、そこからもらって、うん、名前をビッキーシって。あ、はい、これで。そうです。あ、めっちゃカエル推しじゃないですか。なんで、じゃあ緑の、緑じゃないですか、これ、ね、いや、なかったです。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。マジで携帯使わずに、ほんと人と人とのご縁だけでこのフリップの、あの、ここまで、たどり着いたので、途中で帰ることなくこのフラッグを立てたいと思います。カエルだけに。あれ、カエルってフラッグですよね、英語で。違いました、フロッグ。あ、フロッグでした、はい。あ、どうもすいません、ライフ編ものです。